禁止売りは、売りかかぼちゃ族、ペポダネに属する一年生のペポかぼちゃの一編集。アメリカ大陸原産。ほぐした果肉の形状にちなむ名称が、各国語で付けられている。日本語では、そうめんかぼちゃ、そうめん売り、糸かぼちゃとも言う。中国語では、金糸売り、艦隊アザ、金売り、ピンイン、ジーンシーグアーのほか、 ほぐしたか肉がほぐしたフカヒレに似ていることから、魚シ売りともかく。また英語においても、スパゲティスカッシュの名前が付けられている。日本には、明治期に入って導入され、寒冷な気候にも、比較的強く、北日本でも栽培されている。日本での植え付けの時期は春であり、収穫期は夏である。食材として加熱して食べる。ヘタと先を切り落として、適当な、 大きさには切りにし、水から茹で20分弱経ったら、冷水に入れると果肉の部分がほぐれて、そうめん状になるため、そうめんかぼちゃや、そうめん売りの名がある。オーブンで焼いたり蒸したりしても良い。かぼちゃ類の中では、比較的カロリーが低くて、あっさりしており、日本では酢の物やマヨネーズ愛にして食べる。欧米では、主菜の付け合わせに用いられることが多く、 パスタの代わりにソースをかけて食べることもある。中国上海市の数名島では特産品の一つとなっており、漬物に加工することも行われている。ありがとうございます。